こんにちは。カフェログ東京を運営している翔井です。普段は6万フォロワーほどいるインスタグラムで東京のカフェ情報を毎日発信しています。そんな中でも特に人気の高いカフェを厳選して詳しく紹介するために YouTube を始めました。平日の仕事帰りにゆっくり見たり、休日のカフェ巡りで失敗しないための参考にしていただければ嬉しいです。それでは早速ですが、今回は清澄白河駅周辺の厳選カフェ5選を紹介していきます。カフェ巡りしたことない人にとっては、清澄白河どこそれってなるかもですが、実はカフェの聖地と言われているくらいおしゃれなカフェがひしめき合っている地域でして、これからカフェに詳しくなりたいって人なんかにもおすすめの地域です。この動画を最後まで見れば、初めてでも失敗せずにカフェの聖地清澄白河を巡れるので、友達や恋人とのカフェ巡りでもどやりながら安心して巡ることができますよ。はい、ではまず最初に紹介するのは、本当は教えたくないけど絶対に行ってほしいテラスが最高なカフェ、ピットマンズというカフェです。清澄白河駅からは徒歩10分くらいでちょっと歩くんですけど、ここに来る間にさっきまで映ってた清澄公園だったり清澄庭園だったりがあるので、そこを散歩するついでに来るっていうのもおすすめです。見ての通りホテル併設のカフェになります。清澄白河はね、どこからでもスカイツリーが見れるんですけど、特にこのカフェからは綺麗に見れて景観は本当に最高です。そしてこのカフェの特徴といえば、隅田川を望めるウッドデッキのテラスエリアですね。この行った日は午前中だったので建物で影ができてますけど、午後過ぎあたりはね、もっと日差しが入って超気持ちいいんですよね。ちなみにテラス席には屋根もつくので、あの女性の方とかでね、日差しが気になるなーって人でも安心して利用できますよ。そしてこちらが店内になります。可愛らしいアイスとかも売ってたんでね、暑い時期なんかには頼んでみたいですよね。そしてここのカフェのもう一つの特徴が、クラフトビールの醸造をしている清澄橋醸造所っていうのが併設されているところなんですけど、要はめちゃくちゃ美味しいビールが飲めるっていうね、まあ最高のカフェです。ウッドデッキでバーベキューもできるみたいなんで、友達とかとワイワイやるのにも最高な場所だと思います。こういうおしゃれな観葉植物とかテーブルとか椅子とかもおしゃれで最高ですよね。そしてこちらが僕が今回頼んだランチメニューでして、クラムチャウダーのセットになります。ここは朝7時から開いているので、朝早くに来てあったかいコーヒーとかこういうセットを頼んでモーニングカフェを楽しむのもおすすめです。パンは焼きたてでサクサクしてて、あったかいクラムチャウダーにつけて食べるとめちゃくちゃ美味しかったです。あとテイクアウトもやっているので、ドリンクとか持って隅田川沿いを散歩することとかもできるのでおすすめです。こういう川沿いとかってたまにはいいですよね。歩きながら考え事したり話したりするのにも最適だと思います。スカイツリーも綺麗に見れるので、東京観光の人とかにもいいかもしれないですね。あとですね、電源とかはないんですけど、無料 Wi-Fi とか広いテーブルとかがあるので、作業とか読書カフェなんかにも使えます。テラス席はワンチャン連れも OK らしいです。はい、続いて紹介するのは行列の絶えない超人気のオセアニアンカフェ、イキエスプレッソというカフェです。この日は祝日だったんですけど、遠くから見た時にあれ撮影でもやってんのかなってくらい人が並んでて、人気の高さが伺えましたね。ちなみに40分くらい待ちました。でもそれくらいの価値はあるのかなと思うので、人気のカフェに行きたいなって方なんかにはおすすめです。2階にはリトルイキーという店舗もあって、そちらもおしゃれな内装なので後半に紹介しますね。こちらは並んでいる時に渡されたメニュー表です。ドリンクやフードメニューが充実しているので、しっかりランチを食べたい時なんかにもおすすめです。内装は倉庫をリノベして作られたらしくて、白を基調とした開放的な雰囲気になっています。ニュージーランド在住のオーナーがやってるだけあって、なんか海外っぽい開放的な雰囲気がありますよね。ちなみに店名のイキっていうのは、生き生きとしたニュージーランドのカフェ文化を日本に伝えたいっていう思いから付けられたみたいです。ニュージーランドでは子供から老人まで一日の始まりをカフェで過ごすことが当たり前の光景らしいです。日本にもそういう文化が根付いてほしいですよね。
ちなみにちょっとした注意点として、電子マネー払いはできますが、クレジットカード払いに対応してないみたいなので、普段カード使う人なんかは注意してください。ところどころにおしゃれな小物とかアートとか観葉植物なんかもあるので、癒されること間違いなしです。今回はアイスのカフェラテを注文しました。店名にもエスプレッソと入っているように、主にニュージーランドのコーヒー豆を使用したこだわりのエスプレッソを使っているので、ドリンクだけでも飲む価値ありです。こちらは人気メニューのトロットロのエッグベネディクトになります。サーモンとかベーコンでも頼めますが、今回僕はベジタリアンオプションのアボカドを選んでみました。他にもビーガン用のメニューが用意されているので、そういった方でも安心して利用できるのは嬉しいですよね。はい、飯テロ失礼しました。ニュージーランド産のこだわりのコーヒー豆も販売されているので、コーヒーの味が気に入ったらコーヒー豆を買って帰るのもおすすめです。最後に他のエリアも軽く紹介します。こんな感じで意外と広い店舗で、2階のリトル域にも大きめのソファー席があったりとか、おしゃれなアートが飾られてたりとか、あとプロジェクターがあったりとか、めちゃくちゃおしゃれなので、女子会とかママ会なんかに使うのもおすすめです。休日はパソコンは使えないらしいので、作業目的でカフェ利用される方は平日に行きましょう。あと冒頭で解説した通り、休日は激混みしていることが多いので、平日を狙ってみるのがおすすめです。はい、続いて紹介するのはドラマや映画のロケ地として使われたことでも有名なカフェ、深田荘カフェです。築50年の倉庫をリノベして作られたらしくて、古びたトタンで覆われている外観が印象的ですよね。古い建物をリノベーションして手入れをしながら後世に残していくという素敵なコンセプトがあるみたいです。ちなみにカフェの隣にはおしゃれな雑貨屋さんもあったりするので、カフェによるついでに見てみるのもおすすめです。この行った日も祝日だったのですが、席数がそこまで多くないせいもあって満席状態でした。こちらも30分以上は待ったと思います。ただね、外観もどこか懐かしい感じで素敵ですし、学校の校舎みたいなノスタルジックな雰囲気があるので、友達とか恋人と学生の頃の話とかしながらね、待つのも楽しいと思いますよ。メニューはシンプルなものが多いですが、こちらもレトロで懐かしいものが多くて、クリームソーダとかクラシカルなパンケーキとかが人気らしいです。はい、こちらが内装になります。こういった小物とかも販売されているので、カフェと一緒に見ながら楽しむのもおすすめです。ちなみに山崎賢人さんと二階堂ふみさん主演の映画狼少女と黒王子のロケ地としても使われていたり、ドラマ絶対零度でのワンシーンにも使われていることでも有名です。今回僕が座った席とかも本田翼さんが座った席らしいですね。余談ですが、ロケ地で使われたカフェ巡りってのも映画とかドラマ好きな方にはおすすめですよ。倉庫をリノベして作られただけあって、こんな感じで天井も高くて広々とした印象があります。レトロなソファー席とかアンティークな旅行カバンをテーブルにしているのもユニークですよね。今回僕はホットコーヒーとちっちゃいチョコのパウンドケーキを頼みました。パウンドケーキはチョコがゴロゴロ入っていて美味しかったですし、コーヒーもしっかりとした味で良きでした。前来た時は確かここのソファー席座ったと思うんですけど、めちゃくちゃふかふかしていたのを覚えています。可愛らしいアートとかも飾られているのもいいですよね。最後に屋内のテラス席みたいなスペースもありまして、海外のお家の車庫みたいな雰囲気のある素敵な席もあるので、ここを狙ってみるのもおすすめです。あと火水が定休日で営業時間は13時から18時とちょっと短めなので気をつけてください。はい、続いて紹介するのは2021年の1月にオープンしたばかりなのに連日盛況なことで話題の大人デートにおすすめのカフェ、コーヒー豆屋かけるです。こちらもエイジングの効いたかっこいい外観ですよね。お店に入ってすぐの場所にはキューブ型のテイスティングカウンターがあって、こちらもめちゃくちゃかっこいいですよね。内装はシンプルなんですけど、まるで高級三つ星レストランみたいなね、洗練された空間になっていて、スタッフさんのホスピタリティもめちゃくちゃ高いです。もしかしたらね、
ちょっと敷居が高いなとか思っちゃう方も多いかもしれないんですけど、本当にスタッフさんはフレンドリーな方ばかりなので、そういった方でも安心してくつろげると思いますよ。こんな感じで自分の好みに合ったコーヒーを選ぶことができて、一人のお客さんに一人のバリスタさんが丁寧に説明してくださるので、実はそこまでコーヒーについて詳しくないって方だったりとか、友達とか恋人の好みに合ったコーヒーを飲ませてあげたいみたいな人にもうってつけですよね。あとね、こういう黒で統一されたキッチンだったり、洗練された焙煎機なんかも見ていて惚れ惚れしますよね。こういうコーヒー豆が綺麗に陳列されているのも大好きです。今回僕はエルインヘルトという深入りで濃いめのコーヒー豆を選びました。挽きたてのコーヒー豆の香りとかも最高なので、コーヒーにハマるきっかけにもなると思いますよ。こんな感じで白衣に蝶ネクタイをつけたバリスタさんが目の前でコーヒーを入れてくれます。僕のお相手をしてくれた方は女性の方だったんですけど、笑顔が素敵な気さくな方だったので、一人でもね退屈せずに楽しむことができました。こういう風にねポタポタと抽出されるコーヒーを見ているだけでも和みますよね。ちょっとした豆知識なんですけど、もともとコーヒーの発祥はお薬らしいんですよね。なのでこういった白衣とかフラスコみたいなものを使って入れているのを見ると、なんかそういった歴史をリスペクトしている感じが伝わってきて、それもいいですよね。こういった知識があるだけでも、日常的に飲んでるコーヒーが日頃の疲れを癒す最高の一杯に思えてきますよね。今回僕はコーヒーと一緒にコーヒー菓子のアングランというものを注文しました。濃いめのコーヒーを注文したので相性は抜群でした。このマグカップも口当たりを良くするために飲み口を薄く作られている特注のものだそうです。こういった内装とか備品とかに全てこだわりが感じられる大人の空間ですよね。今回はね一杯分しか頼まなかったのですが、コーヒーのスペシャルコースというものもあって、値段は結構するんですけどね。今度ね、誰かと来た時はこのスペシャルコースってのを頼んでみたいと思うくらい素敵なカフェでした。コーヒーが好きな方はぜひ行ってみてください。はい、最後に紹介するのは、おしゃれなカフェチェーンとして有名なブルーボトルコーヒーの日本第1号店として有名なブルーボトルコーヒー清澄白河フラッグシップ店です。見てわかる通りめちゃくちゃ行列ができてる人気店でして、僕が行った時は祝日の午後過ぎだったんですけど、なんと1時間20分以上待ちました。ただね、整理券もあって電話がかかってくるまで清澄白河を散歩することもできるのでね、そこら辺は休日でもなんとかなると思います。こちらの店内も天井が高くて超開放的ですよね。天井が高いとカテドラル効果といって創造性もアップするみたいなんで、友達や恋人との会話も弾みやすくなるみたいですよ。レジ付近にはシンプルで可愛いオリジナルのグッズとかも豊富に販売されているので、清澄白河のカフェ巡りのお土産に買っていくのも良さそうですよね。フードメニューはがっつりしたものというよりはコーヒーに合うちょっとしたものがメインで、こだわりのあるブルーボトルのコーヒーを堪能できると思います。こんな感じでね、店内は広々としていて、お家でも楽しめるコーヒーセットなんてのも販売されていたりします。客席は1階だけなんですけど、他のフロアには焙煎所とかバリスタの研究所なんかもあるらしくて、本当にコーヒーにこだわってるってのが伝わってきますよね。そしてブルーボトルのスタッフさんも淡いブルーの白衣みたいなのを着ていたりして、なんか研究員みたいな印象がありますよね。こんな感じでハンドドリップで入れている姿も見ることができます。入れられたコーヒーはスタッフさんが運んできてくれるあたりもホスピタリティの高い店舗だと思いました。今回僕はアメリカーノとルバーブパウンドケーキというのを注文しました。コーヒーのしっかりとした苦味を引き立たせてくれる程よい甘さのパウンドケーキで、素敵なカフェタイムを過ごすことができました。夜になると結構人は少なくなるので、作業カフェとしてもめちゃくちゃ使いやすかったです。はい、ということでね、清澄白河の厳選カフェ5選を紹介しました。休日はディズニーランド並みに並ぶこともある清澄の人気カフェですが、
それも人気の証ですよね。本日紹介したカフェは概要欄に店舗情報のリンクを載せているのでチェックしてぜひ行ってみてください。この他にも清澄のここのカフェおすすめだよとかありましたらコメント欄に書き込んで教えていただけると嬉しいです。インスタやツイッター、TikTok でも東京のカフェ情報を毎日発信しているのでそちらも概要欄に載せておきます。 YouTube ではこれからも東京の厳選したおしゃれカフェを紹介していきますのでチャンネル登録、高評価よろしくお願いします。それではまた次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。